へこのおじさんはこういう日が苦手なんだよ。みんなキラキラ浮かれてて、まあたまにはこういうのも悪くないけど。メリークリスマス、生誕祭です。トリニティでは一番の特別な日です。そして私にとっても一番特別です。さっきシャーレの建物の前で雪に埋もれたペロラ様を見かけまして、裸の状態でサンタさんの帽子だけをかぶっていたのですが、寒くないのでしょうか。クリスマス、こんな日に私と一緒でいいの？私は嬉しいけど。メリークリスマス先生、今日がどれだけ特別な日なのか私はよく分かってないけど、先生と一緒に迎えられたことは嬉しいって思える。クリスマス、生誕祭といえば一年の中でもかなり大切な日。こんな日に私なんかが一緒でいいのか。こういう日に着るものじゃないと思うけど。だからこそいい。意味がわからない。トリニティの聖なる日ですね。このような日でもゲヘナの悪党たちは悪行をなしているんでしょうか。いつの間に夏が過ぎてクリスマスに。楽しい時間が経つのは早いですね。クリスマスね、七面鳥とか生クリームのケーキが美味しいよね。それを一緒に食べるともっと美味しいよね。メリークリスマス。クリスマスに水着で寒くないの？え？大丈夫、さっきまで熱々のうどんを食べてたから。クリスマス出た。なんでもありません。こういう日にはあまりふさわしくない意味なのかもしれません。逆に悪くないですか。クリスマス、先生がいるから。クリスマスか。まあ確かにこの状況はプレゼントと言えないでもないけど。よう先生、メリークリスマスだろ。うん、ないのか。プレゼントだよ。クリスマスプレゼントは子供がもらうもの。バカ、知ってるっての。別に欲しくてここに来たわけじゃねえから。巨大なプレゼント袋を担いだ老人がキボトスの全域をうろつくシーズンが来たのだ。あの老人は一体どんな薬を飲んだらあれだけ元気にいられるんだろう。先生、何か欲しいものはあるか。黄金はないけど、手足が黄金の色に染まる薬ならあげられるぞ。じゃじゃーん。クリスマスのプレゼントはこの私。リボンはほどくといいや。新年の前に今日はメリークリスマスだよ先生。
わいそうだから、今日だけは相手してあげる。メリークリスマス。どうせ先生は今日暇だと思って可愛い格好で来てあげるよ。嬉しいけどせっかくだし、歌う服も見たい。それは後で。サンタクロースさんがたった一晩でキブトスの子供たちにプレゼントを渡すためには、彼のトナカイは最低マッハ4以上の速度を出さなきゃいけないはず。メリークリスマス先生。サンタとゲームは似ています。どちらもときめきをプレゼントしてくれるので。クリスマスとはかつて救世主が生まれた日だそうですね。よく知りませんが、救世主はきっと筋肉質に違いないです。聖なる夜を汚すような不潔な行為は全部禁止よ。先生聞いてる？今日は特別な日だと聞いたけど、どうして恋人たちにも特別な日なの？教えて先生。果たして今年もサンタさんは私のことを見捨ててしまうのか。それとも今年のサンタさんは先生？メリークリスマス。救世主と呼ばれた赤ちゃんが誕生したと言われるこの日、どうして恋人たちの日に？クリスマスの夜景は遠くから見ると夜空みたいにキラキラしていて綺麗なんです。メリークリスマス先生。今日ぐらいは皆さん喧嘩しないで平和な一日になるといいですね。メリークリスマスです、主殿。今日のために用意したクリスマス版の忍法をお見せしましょう。クリスマスも先生と一緒で嬉しいです。もちろん私にそんな資格があるかどうかわかりませんが。メリークリスマス。さあクリスマスキャロルを一緒に歌いましょう。だから七面鳥を焼いたのですけれど、生きてて動くローストターキーはダメですよね。メリークリスマス。クリスマスって大好き。街が私の好きな色でいっぱいになるから。メリークリスマス。こんな日に先生と一緒にいられて嬉しいです。クリスマスか、こういう時期には絶対出るんだよね。なんかと限定版悪魔の罠が本日か。お財布的な意味で困るから勘弁してほしい。連休を目前にして皆さんの気が緩む時期ですね。こういう時こそもっと厳しくパトロールしましょう。メリークリスマス。サンタの代わりにメイドがご主人様にプレゼントを渡しに来たよ。プレゼントは何かというと、メリークリスマス。恋人たちの日か。
マス自体はまあどうでもいいんだけど、次の日とかに出てくるあの特売価格のケーキだけはたまんないね。先生、新年のためにショッピングにでも行きましょう。私がサンタクロースになってあげますから。メリークリスマスです。この聖なる夜も先生と一緒にいることになりましたね。あれ知ってる？先生、クリスマスは一年の中であれが一番多く行われる日なの。それはそう、ハッキングだよ。サンタが最新機器をプレゼントしてくれたらいいのに。ん？直接作った方がいいって？それはサンタクロース？すごく楽しみですね。あ、ただの踊り方です。お気になさらず。お祭りの日です。私たちお祭り運営委員会はもちろん見逃しませんよ。さあ行きましょう。先生、市民の安全を守ることは年中無休。クリスマスでも油断できません。はーい先生、クリスマスですよ。こういう日にはやっぱりアイスが合いますよね。こういう賑やかな季節もいいですね。一緒に外へ？私とですか？メリークリスマス！街に行かない？先生、イルミネーションでキラキラしてるよ。クリスマスか。先生が赤い服を着てプレゼントしてくれたら最高のクリスマスなのに。メリークリスマス。その今日は恋人たちの日らしいです。ただそれだけです。さあ先生、聖夜を共に過ごしましょうか。この大量の仕事を片付けないことには帰るも帰れませんからね。あっちもこっちも綺麗なイルミネーションでいっぱい。これそのまま壁に釘打ってないかな。クリスマスか。そういえば直近で受けた依頼はサンタクロースの解除。では少し珍しい祭りだけど、たくさんの人が幸せそうな顔をする。聖なる夜だからね。にゃさ、騒がしい日ですね。うるさいのは好きではありません。私、どういったことにあまり詳しくなく
てますね。いや、別に嫌だったけど、外に出るのはあれですし、仕方ないので先生と一緒にいてあげます。メリークリスマス。今日は特別な日なんだって。どういう風に特別なのかわからないけど、先生、教えてくれない？メリークリスマス。こんな日にはウッシュドノエルやシナモンのクッキーがいいですわね。ですが、キャンドルを灯して向かい合っていただくものでしたら、どんなものでも美味しそうですか。みんなが幸せなクリスマスです。トリニティの女子生徒なら誰もがドキドキする日ですよ。サンタクロースは誰が悪い子なのか知ってるの？それ、なまはげじゃない？メリークリスマス。私からのプレゼントは最高のご奉仕と笑顔です。先生からのプレゼントは何ですか？クリスマスか。普段こういう日はちっとも楽しくないけど、今は先生がいてくれて少しは楽しいですね。メリークリスマス。サンタは素晴らしいです。先生もサンタは好きですか？クリスマスに防受装置や耳を澄ませていると、さまざまな面白い話が聞けます。例えば、恋人たちの甘いささやきとか。クリスマスは好きです。街に赤の色が増えますから。先生も赤色が好きですか？別に私は血が好きというわけではありませんよ。先生、サンタの変装がバレないように気をつけてくださいね。子供たちの純粋な心は何よりも大切なものなんですから。今日は偉大なる方の降誕祭。経験にこの聖なる一日を過ごすとしましょう。クリスマス。特別な夕食を作ろうかと思っているのですが、もちろん先生がよろしければ。メリークリスマス。先生、急いで。七面鳥にケーキにたくさんの料理が待ってるんですから。近頃チェリの会長の勘が鋭くなってきていて大変です。実はサンタクロースはいないなんてこと気づいてはいけませんのに。今日はクリスマスだ。大きな日での真っ赤な老人がプレゼントを配ると聞いた。いいな、オイラもプレゼント欲しい。